さんこんばんは。ちょっと間が空いちゃいましたからさつきチャンネルですが、最初の頃に出ていただいたあのコメンテーター兼、なんだろう、プロデューサークールジャパンの時にすごくお世話になったケビン・クローンさんがまたゲストに来てくださいましたが、ちょっとその前に、今私はあの外交防衛委員長は委員の方の仕事で、党の方では地方創生、一生懸命取り組んでるんですが、なんと、東海地域から地方創生館という本が出たんですね。すごいですね、これ初めてですが、そのトップインタビューのところになんと片山さつきが出ておりまして、地方創生とは自分の誇れる町ふるさとを次の世代にしっかりと橋渡ししていくこと、国会ボイスということで、出ておりますので、これ東京と中京圏で書店にも並びますが、ぜひ皆様手に取ってください。よろしくお願いします。さて、はい、ケビンさん、はい、最近何をしてたかというと、はい、この間いろいろと日本映画でも話題になったカンヌ。あ、私も若い頃夏休みにカンヌに2ヶ月いたんですね。中曽根戦争当時の総理の絵の先生だった山下画伯の、アパルトマンに行って子供たちと遊んでたりしたんですが、そのカンヌで、ショート映画で招待作品に入った、はい、はい、入選しまして、はい、はい、それがちょっと今見ててください。 Do you want me to do this in English or? Yeah, whichever you like. Okay, I think the viewers are mostly Japanese, right?鶴の恩返しの鶴が実は折り紙の折り方をいじめられた女の子に教えて、それがあの今の折り鶴千羽鶴になったという話なんですよね。でこれ今のこれ出てるのちょっと学徒氏が一応友情出演で出てもらってるので、はい、ちょっと声だけ聞こえてもらったかもしれないですけど、まあ、それで一応まあ幹部の方で一応評価を受けまして招待先になったんですけども、今度はその、まあ、こういう形で空手ですね、今オリンピック競技になるかもしれないと言われて、で世界中で非常に空手って有名なのにまだオリンピック競技になってないと。でそういう中で、まあ、ぜひその空手って、じゃあ一体、ね、源流は何なんだろうと。実は空手って沖縄のものなんですね。沖縄から始まったものなんですけども、その沖縄の歴史の目を通して空手の歴史を探っていくというドラマを今企画しておりまして、でこれアメリカのテレビ局に話をして、一応アメリカでもオンエアし世界中でもオンエアできるようにしたいなというふうに今考えておりまして。いや、それはすごくいいことで、テコンドーなんか韓国はほら例のそのプロパガンダ予算でやっちゃってますからね。そうですね。で空手でもしかも今いろいろとその地政学的な問題様、それからその安全保障の問題でも焦点の沖縄で、この琉球のルーツの話っていうのは、まあ、二重の意味でいいんで、で今あのオリンピック種目であの入ってないものの中で野球、ソフトボールと空手については自民党の中でも議員連盟があってあの熱心に進めていて、今伺ったところ一応一番手に来ているのは野球、ソフトボールかなと。で空手は2番手ぐらいに入ってるかなということで、着々根回しを進めている状況のようでございますが、まあ、それはそれとして、それはそれとして、この琉球の歴史っていう部分って、はい、あの日本国内でも正確に理解されてない部分はかなり大きいんですよ。はい、まあ、尖閣の時もね、この数年私も苦労して尖閣守る会でいろいろやってきましたけども、まあ、どういう経緯であったのかっていうのはそのまあいろいろデリケートな部分もありながら、あまりこううちなんちゅうの部分では関心持たれてなくて、残念と。でカルチャーについてはこう美しい紅型、沖縄の料理、沖縄の酒、沖縄の音楽、特にミュージックはすごいですね。はい、そうですね。ミュージシャンも今沖縄がどのぐらいいるんだろう、すごい比率じゃないですか。先ほど言ったあのガクト、ガクトもそうですね。さあ、じゃあちょっと具体的にどんな感じをお考えなのか。この企画はですね、松村総合という人がまあ主人公という形で、うん、で松村氏はあのその実はその割かし王室に近い、琉球王の王室に近い存在のお坊ちゃまだったんだけど、わんぱくで非常にあの格闘技の才能があって、うん、でその彼が、まあ、あまりにもわんぱくだったんで、お父さんがもうとりあえずお前修行してこいってことで、作川勘がという 2D っていうんですけども、沖縄固有のですね格闘技の修行に出させる。でも彼はもうそんな興味なくて、実は島津藩に仕えて侍になりたいと、次元流を習いたいという希望を持ってて、そのコンフリクトから、まあ、ストーリーは始まりまして。これ半ば実話なんですか？あ、もう全部実話です。実話を、そこもすごいですね。
だからそのもっと面白い実はその彼の奥さんが鶴って名前なんですけども、偶然鶴の恩返し、本当に鶴なの、本当に鶴って名前、素晴らしいその鶴さんは実はトーディーっていうそのいわゆる沖縄固有の格闘技のものすごい使い手で、美人で、で市長の那覇市長の娘だったんですよ。お実は当時の市長のね、話題の那覇市長、那覇市長の今代の那覇市長の、まあ、もう数百年前の話ですけども、まあ、数百、百何年前の話ですけども、で彼女はすごい美人で、だけどお父さんは、まあ、その市長は、まあ、結婚してほしいと、だけど子供が孫が欲しいと、でも本人は嫌だと言ってる中で、じゃあかぐや姫のように私と東出のね格闘技をやって勝ったら、男性がいたらその男性と結婚するわって本当に宣言しちゃうんですよ。これも実話で、でそこであの松村総本と彼女が、まあ、対峙するっていう話になってくるんです。これも事実で、でなんでこれをその全部あの実話をそのままこう組み合わせてって、まあ、少しフィクションのストーリーを入れながら非常に面白い作品が できるんですね。これはなのでぜひその、まあ、沖縄の歴史もそうですし、それからその実はその面白いのはその師匠 の作川勘賀っていう松村総本の師匠はあの北京にも行ってるんですよ、で一緒に北京にあの彼を連れてってそこでカンフーとこう対峙したりとかですねしたり、あるいは島山に行って本当にあの次元流 の免許解除をもらったりとかっていう、かなり面白い。でそのまた弟子が船越義珍という人で、日本の本土に、まあ、大正ぐらいの時代に日本本土にから例えば慶応大学などを通じて日本全国に空手を普及した人なんですよ、なのでこの3代にわたるかなりエピック大河ドラマのような形になってくるんですけども、非常に面白い話なので、日本人も以外に知られてない空手の歴史っていうことを世界に向けて発信できたらなと、一応全編英語でやるつもりなんですけども、はい、ということです。それはでもやっぱり英語でこういうものってあんまりないので、いいですね。ですからその沖縄っていろんなソフトの、あの予算や政策もあるし、まあ、今ちょっと沖縄県知事と、我々の間にはいろいろありますが、まあ、それはそれとしてそのいわゆるこう沖縄の文化、それからビジット沖縄、まあ、そういうものの PR、 さまざまな上である程度こう価値を認めていただける可能性もあるかもしれませんが、ご興味がおありの方はぜひ片山さつきチャンネルの方までお問い合わせください。さまざまなアイディアを、日本のため、我が国の文化のために、頑張ってくれている外交官のご子息のケビン・クローンさんでしたよろしくお願いします、はい、ありがとうございました。